雫。水晶でできた森がどこかにあるという。その森に一粒の雫が落ちた。水晶でできた森がどこかにあるという。その森に一粒の雫が落ちた。もし世界が明るくなればと思う。もしも世界がバーナーの色に輝けばである。星も虫も石も星は世界のどこかに住んでいる。もしはどこかに隠れている。もしか大声でこちらを呼んでいるのだが、人々はその声を聞こうとしない。もしは世界にはいないのだ。世界も日々も初めの時のように濡れた庭のように思うので、むしろもしと考えることが何か寂しいことなのだ。野原にも海辺にも街角にも部屋の中にも好きなものがあって、でも死ぬほど好きなものはどこにもなくて、夜を天使と眠った。山に抱かれたかった。空に溶けたかった。砂に吸い込まれたかった。人の形を捨てて裸の命の流れに沿って、窓の数だけ雲が浮かんだ。雲の数だけ風が吹いて、風の数だけ木立が揺れた。木立の数だけ影が生まれて、影の数だけ鳥が休んだ。鳥の数だけ歌が流れて、歌の数だけ私は息づいた。あなたが静かにやってきて、扉を開けて近寄って、小さな子供の頭を撫でた。目に何も映さない、小さな子供の頭を撫でた。その子供は、私です。その子供は、私です。笑わなかったけれど、嬉しかった。泣かなかったけれども、嬉しかった。本当に。
突然の感情によって結ばれたと二人とも信じ込んでいる。そう確信できることは美しい。でも確信できないことはもっと美しい。以前知り合っていなかった以上、二人の間には何もなかったはず。それでもひょっとしたら、通りや階段や廊下で、すれ違ったことはなかったかしら。木の葉が一枚、肩から肩へと飛び移らなかっただろうか。何かがなくなり、見つかるということがあった。始まりはすべて続きに過ぎない。そして出来事の書はいつも、途中のページが開けられている。光がこぼれてくる。秋の光は地に落ちて広がる。この光の中で、この光の中で、それはまるでめまいのように一番飛ばしで駆け下り、そして導いてくれたのだ。鏡のガラスの向こう側の音にも意味がある。足りない言葉を思い出し、寄せ集めては星座を作る。意の届かぬ言葉でも、いつかあなたにまで光は届くかもしれない。